はい、工房節の永田です。くさびと書いて節と呼びます。さっきの市場の方で面白いのがあったので、ちょっと動画撮っていきます。こちら映ってるのがポプラの木のコブですね。まあすごいコブが出てるんですけど、すごい量ですね。まあ小さい板がこんなんで、倉庫の中にこれの本体がいます。かなり大きいんですよね。高さ、長さが 2.5 メートルぐらい、幅が1メートル以上ありますね。まあ、それの外側にある部分ですね。まあ、後からちょっと頬みたいにちょっと緑とかヒレみたいな茶色っぽい、そういう色をなんかしてるんですけど、まあポプラはすんごい柔らかい木で、今はこの生木の状態の時はすごくいいんですけどね、乾く時に一気に痩せるんですよね。くしゃくしゃくしゃしゃって痩せて、ものすごいひわれが起きる。もうすでに口割れが起こってるんですけど、これがもっとひどい割れが起こるので、割りかし使いにくいですね。工房節では使わない部類ですね。まあでもこれを今テーブルとかではえらい人気だそうで、まあ、こういう小さいやつはね、小物にするんでしょうけど、僕はちょっと使いませんね。でも面白いんでしょうね。まあ、こんな風にして出てくるんですね。まあ今回はポプラの紹介でした。また。